コパンビルコパンビルコパンビル上空写真、コパンビルディングは、ブラジルサンパウロにある140メートル38階建ての居住用ビルである。1957年に寄港し、建設の中断もあったが、1966年に竣工した。このビルの名前の由来は、ホンジュラスにあった古代マヤ文明の都市から来ているのでは、なく、当初の思考手であるコンパニアパン。 アメリカーナデホタイス、イーツーリスモの頭文字から来ている。設計したのは、サンパウロのオスカーニーマイヤーの建築事務所で、彼自身も有名な波状のファサードの設計に関わっている。最終的に、このビルは1,160部屋を持ち5,000人が居住できるようになっている。多くの人間が住んでいるため、サンパウロ氏はこのビル内にも郵便番号を割り振っている。 現在は分譲マンションとして100人以上がビルの管理や住人へのサービスのために雇われている。1階には70軒のオフィスまたは居住用フロアがあり、その中には1軒の教会、旅行代理店、書店及び4軒のレストランが入っている。敷地面積は1572.80平方メートルである。コパンビルは世界中の作家、映画監督、写真家、 およびその他の芸術家に影響を与えてきた。ブラジル人作家のレジーナ・レーダによるあるか、セムノエ、ヒストーリアス・ドゥ・エディフィチオ・コープンと呼ばれる短編集が1994年にポルトガルで出版され、1995年にブラジルでジャブチ賞を受賞している。あるか、セムノエという作品も、ストーリーズ・フロム・ザ・コープン・ビルディングというタイトルで、 ファーストワールドサードクラスアザーテイルズオブザグローバルミックスの一部として英語で出版されている。ありがとうございます。